ちゃんとスカートの有無を確認したのかと聞いている。いや、わからん。すごいミニスカートという可能性もなくはない。あんまりジロジロ見れないからな。ねえ、かなでさん、変な噂聞いたんだけど。変な噂？妹さんがスカートを履かずに歩いてるって。1年 A 組の桜田あかねさん、生徒会副会長がお呼びです。至急生徒会室まで来てください。だって心配だもん。平気よ、学校ならそんな人見知りしないから。桜田あかねが生徒会室まで移動する。生徒会室は南棟の3階、ここは東棟の2階。カレンには昔から世話になりっぱなしだよね。いいよそんなこと。将来は結婚してもらおうかな、なんつって。分かってるのかみんな、君たちは罪を犯そうとしているんだぞ。いいのか、それでいいのか。さすがは福島。今日はいつになく人の視線を感じるような。そしてのんき。でもそこが好き。あかね、早く。まずい。ところでやんわりと指摘しないと。かなでさん、いいところに。あかね、あんた本当にスカート履いていなかったのね。かなでさん、しょうがないな。男子は登校中、監視カメラを避けたらスカートを仕掛けて破いちゃったの。そりゃそうだよね、決まってるでしょ。ほら